本日は久々にねホワイトソース作るんだけど、ほんとねまだね徐々にね地元の人は来ませんが、県外からまだぼちぼちね予約あって、本当にさ YouTube 見てた県外から来てける人様々だ、うん、で今度ね一番さんとなんか青森そんな地の人で50何本の人もう来るってね、東京だがとか私の高校の後輩だそうだ、52歳だがって、うん後輩あその2組来るんでね、でね奥さんの方はね、エビグラタンと、そういうことでホワイトソースね、ずっとねホワイトソース仕込みしたねんでね願ったんだよな、それでどれバター常温さもとしとくのが好きだでね、雪印バターバターも高くなったね、ほんとね、まあもののこういうこういうのはさ節約すればいいんだけど、節約って金ば前のものは節約できなきゃね、あとはねやっぱりね全国的にニュースになってますが電気代ね、うちもね4月から値上げだと、電気代10万超えるんじゃないかと思って、みんなねあのパーマ屋さんとか床屋さんも大変なんだってね、ゴールデン化のうちも大変だってよ、ねこの青森さまだもう灯油の方がいいんでねべがね、バターねホワイトソースはね焦がせば一貫の終わりだからね、食えるんだけど色も悪くなるし、だからこれはねホワイトソースはね営業中はできねえんだ、店終わってから、今日はでも今日もう雪船べどもだっけ、もう踏ん吹きだね、いつもね雪かき動画ね、あまり大変ですね大変ですね言いながら、この間もね綺麗に雪かきしてもういべえと思ったけど今日大変だ、すごいよ前見えないよ、しかしな電気代な、我が家をさ打ち立てた頃さ何年前だべ、2004年とかだべか5年とかその辺だけど、当時さ灯油一缶がさ30数円だったで、宇治建田業者の人がオール電化にするよりボイラーとか灯油にした方がいいですよ、当時ね38円なんでね、今は森100円くらいだ、3倍だいな、ねえオール電化にしないで灯油の方いいですよ、だんだん灯油上がってきてオール電化にせばいいかったと思ったけど、今オール電化の人去年の時期から見ると倍だってね、みんなで10万円超えだとこれ、みんな暖房着てフリース着たりなんだりしてんだってよ、この青森氷点下の時ね、でねバターでね小麦粉をね炒めていきますね、これダマになっても大丈夫ですね、後でこすのでね、当時さ本当だよ400リットルの外の灯油タンク満タンにしても2万円以下値が、今満タンにすると
5万近くなるね。店もね、電気を節約しようと思うんだけどね、こういう飲み屋なんてさ、上がり消せば妙にくれっきゃ、どっか一つ消しただけでさ、そこが妙に暗いんだわ。なんでこう日傘お客さんがあーとはね、これはなんぼ節約でも店へば暖房弱くして寒くしとくかと、そういうのできねえんだの。お客さんうちで節約してるのにさ、こういう店さ来てまんで賛美を覚えさせていくねし、なんでお客さん来なくても店の中はあったけくしてるんだ。その代わり営業時間短くしたね。もう長年やって、この時間はもうこの時間帯はお客さん来ないよなっていう。やっぱりうち6時から開けてもさ、みんなほら、うちみたいな店って昔は居酒屋でまず飲んで食ってから2軒目とか来るはんで、だいたいお客さん入ってくるの9時過ぎだのさ。まあ早い人で8時、うん。まあさ、うちほらどうしてもこういう携帯なんで食べ物があるって知らねえ人も結構多いとこで、地元はそこに。なんで早くからご飯食いに来る人もいないし、今7時から店開けて11時でお客さんいない場所閉めますね。昔はね、みんなほら遅くまで飲み歩くはんで11時からでもお客さん来たもんだけど、今はまずない。 100% っていうくらいない。うん。で話聞けばみんなうちで飲んだりするのも当たり前になってきた。どうなるんだべね、これから飲食店ね。今まで俺はあまり物節約ってね、そういう意識願ったところでね、最近いろんな節約ね、前はあんまり寒いばさ、うちもエアコン石油ストーブと一緒にやったもんだ。あまり氷点下になればね、よし、こうやったらさっき牛乳入れていきますね。今はね、エアコンつけてません。にゃんこの部屋だけほら、誰もいない時石油ストーブつけとくわけにいかねえんで、店さ出る時はにゃんこの部屋ね、オイルヒーター、結構電気くんだよな。なにゃんこ寒くて風邪ひけば元お金かかるしな。なんで、結構牛乳粉でね、伸ばしていきますね。あ、この間さ、平川市隣のね、広瀬町でね、お医者さんやってる丸茂先生っつうのは、ね、夫婦で来てね、車過ぎたんだそうだ。でね、木曜日に来たらやってなかったんだって。やってなかったってやったんだけどは、4時こあってさ、8時に開けた。7時に来たんだと。で悔しいって、次の日も来てっけで、次の日やってて、でね、いろいろこうほらピンザーさんのグラタンだのって喋られたんだけど、ほらあまり店暇でさ、ピンザ生地もさ、ホワイトソースも仕込みしてねがたのさの、あまりでしょうがねんで、ナポリタンと明太子パスタ食ってた。大変すいませんでした。2日間も続けてきてね、ピザね
ホワイトソースねってね、申し訳なかったですね。なんか奥さん卵液乗ってるんだって。すごいね。で、オラのフェアリー復活しないんですかってね。うん、今年そういう新さんとさ喋ってフェアリディは復活する予定なんですけど、今度ね極力ね前の日でもいいので一つ電話をいただければ食べたいもの全部用意しときますのでね。マルモ先生、何もせっかく平川から来てきたのに何も思ってしなしにしていけなくてすいませんでした。今度はねピザでも何でもちゃんと用意しておきますので一つ懲りずにまた夫婦で遊びに来てください。泌尿器科の先生だそうだ。で、私のあの ED になったジャッツ動画を見たらしくてね、サラミほどの復活は無理かもしれないけどソーセージくらいだったら復活させれるかもしれない。なんか喋ってる。なんでなのかな。後でその先生のホームページとか見たきゃ ED 治療とかね書いてたから、あ、そういうことだったのかってね。一つね、マルモ先生ね、どうしてもED が続くようでしたら私ご相談に行きますので、恥ずかしないないかな。こうさ、青森だと結構みんな知っててさ、私のこと、せばさ、お医者さんとかはほら高校一緒だったお医者さんとかなんでこっそり相談はすにんだけど、処方箋会でも周りの看護師さんとかさ処方箋もらってさ薬局の方行ったりすればさ分かるっきゃ。あれアトムのマスター ED 薬もらってたってね、あの年で何すんだべみたいにね、恥ずかしいっけね。ねえ、喋られるけれど、あれあのマスター嫁さんさ2回も逃げられて独身だねえかとかさ、独身だねえなんで ED 薬必要なんだべねとかね、そういうさ意外と恥ずかしいな。なんでもしね、ただ恥ずかしいけど、やっぱねその一物をさ、前もしゃべったけど一物を使うとか使う愛でいるとか満足させてあげたいとかそういう問題じゃないね。やっぱり何にしもさ一物が元気ないとさ、あれもう男として終わりなのかなとかさ、そういうのがさダメなんだよ。使う使わないは別としてさ、朝とかさおはようってね、一物が俺より先におはようってね、なればさもう今日も頑張るぞみたいにね、ちょっとさいろいろもう話し込むってきたね。ホワイトソース作りながらさ、なかなかさこれ集中するところでさ、あれだよ、昔はさ、昔はってね、まだ下ネタやらいな、寝返り打てなかった朝、一物が朝起きれば寝返り打とうとするとさ、一物があまり元気でさ使い棒になってさ寝返り打てねえんだ。打つようになればさ一物使い棒でゴンって戻せ、お寝返り打てねえなってな、このままここ床ずれ起きたらとすべつくらいうまい、寝返り打てないくらい一物がさ、あかーんってなったもんだ。それが今さ、何も寝返りしてもビチャッとつぶりでね、何も、そういうさ、わ、今日も寝返り腕にじゃみたいな、
な、そういえば、セバさん、そういうの、なんか仕事頑張る気になるじゃん、ね。アイデアになったっての、やる機会でやるってね、やる機会ねがねえとて、でも、元気だわ、うん、チャンスあればやれるかもしれないとかな、思う気や、60過ぎたずっこでもさ、男はその辺だよな、やっぱ。本当だよ、男はさ、そこなんだよ。なんでんの？俺は意外とさ、男同士でもさ、スケベな男の方が信用できるんだよ。やっぱりスケベで女子好きだ男ってさ、まあ俺の周りではね、仕事もする、すげえバイタリティやって、基本そこだね、男はね。なんでやっぱりさ、一物元気だとさ、全て元気になる。まあできればね、できれば薬に頼らず自力でもう少し元気でいたいなと思うんだ。もしその時は私車飛ばしていきます。あ、やっぱりな、恥ずかしいよな。恥ずかしいっつうのはな、絶対な、知ってる人いればな。なんで知り合いのお医者さんな、友達とかみんな覚えてるのさ、アトムのマスターバイアグラも持って行ったとかさ、なあなあ、あんますぐだよ、すぐ広がんだから青森でそこだね。なかといってさ、インターネットで怪しいの買えば死ぬ人もいるんだっていうの。でもさ、毎日今日なんでね、なんか、あれ何か、丸本先生すごく感じの良さそうな人、もうね、車動画から入って俺の料理動画見て、そのサラミの動画もまだ見ていけれるってね、嬉しいよね普通車動画見る人は車しか見ねえんだけどね。なんで、うん、サラミほどは無理かもしれないけど、なんとかなるっつ話ですありがてえな、そういう初対面でそういう、まあお医者さんだしな、そういう話をしていけるっつうのは非常になんか嬉しがたですね。うん。そういうわけでね、ちょっと下ネタになったけど、ホワイトソースね。これね、明日さ、右で遺伝だ、朝。ああ、その丸本先生は、だと、俺はいつも行く、岩屋、整形の岩屋くんね。の後輩だそうだ。ドラム叩くんだそうだ。なんで岩屋先生とバンド組んでて、ですか。今度岩屋先生に、丸も君来てだよって欲しねばな。すごく本当にさ、あ、感じのいい、おとなしい感じだけど、感じのいいお医者さんでしたね。奥さんもね、奥さんな、ランエボ乗ってるってな、みんな車過ぎたんだな、きっと最新鋭の一番いいランエボなんだべな。俺のランエボはもう古いけど、明日はあんだな、生姜味噌もつくねやまいしな、いいな。お、ようやくここ入ってこう仕込みするっていうのは非常にこういいね。
誰かが必ず食べていけるという気持ちがあるのでね。でもな、すごいな、お客さんが赤目の地元あまり元気で願い出ねえかったんだいとか喋ればな、誰も見てねえくせにとかな喋るんだ。本当だ、寝返り打てないんだ、ぶつかってあ、年齢のせいなんだが、3年間のコロナのせいなんだがね、コロナ収まったと思う、もう本当収まってきたね。今もマスク、店に関してはマスクしてる人もだいぶいないし、今になって聞けばみんなな、結構みんなかかってんだな、朝大丈夫なんだから、ほらだけおめコロナ逃げて通るんだ。私はコロナになればどうしようとか気にしたことないですね。ただね、空手の道場の方はね、まあ今だいぶ緩くなったけど、稽古中マスクなんだ。翼、おら、心臓つか、心疾患あるとこで、マスクして、ああいう激しい動きするとさ、酸欠を起こすとさ、心臓発作を起こすんだわ。なんで、まあ最初のうちはマスクやんだけど、だんだんきつくなって、組手とかなれば、相手の人は、すいません、マスク外していいですか、いじいじ喋って、どうぞ、相手の人はしてるけどね、どうぞ、とか、マスク外して。なんか、コロナに続き、いろいろネットで騒がれてるけど、飲食店は、大変あれですね、続きますね。ね、最近でもの料理動画見てくれる人が増えてきたのがいい、ありがたいことですね。車動画もね、車も半分以上ほら処分しちゃったしね、まあ今年からはまず、お客さんもよくさ、車引き取りに行く動画面白いってね。あれは、あれも楽しいんだ、新幹線で行ってさ、引き取って高速走ってくれば、その車の調子も上がるしさ、まあ一つの旅行だよね。あれはあれで非常に楽しいんだけど。今年はね、ある車をね、新さんにも手伝ってもらって綺麗にレストアして、車検取っていければなと思うんだけど、自動車税ね、払える自信がついたら車検取っていかないね。今ほら、前払えなかった自動車税を県税にセリカだの2台差し押さえされててさ、それ今毎月分割で払ってて、払ってもいいよったもん。それ払い終わればセリカも差し押さえなしたないな。セリカの税金は払ったんだけど、他のが払ってないっていうことでセリカを差し押さえされた。あれ、セリカ差し押さえされたのはオラが、すいません、一括で全部払えないので、なんつうな、人質みたいな感じでこのセリカ借金証持ってきたので差し押さえしてくださいって言ったら、快く引き受けてさ、そうですかってすぐ差し押さえになってさまあ車検切れてらはんで、冬前に車検切れたはんで、そう言ってなんだけど、春にねセリカ一旦また一時抹消してしまえば、車検取るときまだ車庫証明だの大変なので、春にね
あれは綺麗に直したんで、あれもその車検代かかんねえと思う。その前に差し押さえ解除してもらわないと車検取れないので。あとね、2月3月4月コツコツ払ってなんとか他の終わったので差し押さえ解除してもらえませんかお願いしてですね。まああの3年間でほらたまった税金とかあの固定資産税とかそういうののそれも今分割で払ってら、うん、結構でもな分割にしてくれありがで、うん、毎月それも払ってら市役所さ。できましたよ。今回はね、イッツワンさんはね、イッツワンさんって奥さんの名前子なのね、アカウント。で、旦那さんがよくコメントをよくするんだけど、イッツワンの夫ですってね。エビグラタンだそうだ。エビグラタン、あめっちゃうめえやつ。どこ食ってもエビだよという。でも一人来る俺の高校の後輩だっつ人も52歳とかっつったな。なんで何回生になんだべ。52歳、俺だと14違う班で14、40回生かな。青森高校の40回生なんだけどね。ちょっとね、まあ楽しみですね。まあ地元の人は今行き限り忙しいと思いますよ。俺だってね、早く市境と行き限りしたいもんね。今日はダメだ、もう吹雪だ、今日はやらない。今日はね、このホワイトソース作って帰れば私ヘドヘドだと思います。ただね、これをねクリーミーにしたいのでこしますね。こし網ね、一番細かいやつね。でね、これねもう一人いればいいんだけど、一人鍋もらってね持ってやればいいんだけど、これね、これでね、あれ、これはね、こういうのも考えてね、軽い鍋使う。軽い、これ鉄の鍋だわね、できねえな、焦げるし、ああ、なんぼか焦げてらんな。作るのはね、今日作って玉ねぎだの入れて下ごしらえしておきますね。ではね、明日明後日が美味しいんでね。これホワイトソース仕込んで、いっぺん仕込んでもさ熟女すぎだろうで、毎日食ってさ、ねぐなるんだ。よし、きれいにの。あの、マルモ先生ね、
いつ来ても当分はありますので、これをこうこしていきますね。昔はね、あの洋食屋さん行けばグラタンだのってメニューはもう当たり前にあったので、今あまり見ないね、グラタンだのね、ドリアだの、なんかやって昔こうやって作ったもんだ。これあの新人間もないコックの作業、こういうね、焦がせばめっちゃ怒られる。なんでホワイトソースできるまでトイレにも行けない。これをね2回こすの、やっぱ非常にねクリーミーなホワイトソースできるんですね。ホワイトソースはね冷凍できるので、でなぜかわからないけど冷凍するとコク出て美味しくなるんですね。ね、間のパリの丸本先生来た時もグラタンね、ホワイトソース仕込んでね、銀座ね、ピザ生地仕込んでね、あやせばのせっかく来た隣町から来てけどもがっかりするな、持っているちゃんとな、あのでメニューにあるものはでちゃんと仕込みしとかねばな。あのさ、ちょっと今の時期まだね、あの仕込みして冷凍保存できるものはいいんだけど、冷凍保存でもねあんまり長く冷凍保存しとかいねはんで、なかなかさこれ仕込みして材料費あれしてもお客さん来ねばなと思うと、こう仕込みささねえとさね、なので、まあ賞味期限切れたのはね、切れそうなのは俺はどっち駆除けで食うけど、はい、きれいにこしましたよ。本当にね、せっかくね動画で見たものを食べたいと思ってくる、ありませんありません、本当に申し訳ないですね。これね、もう一回火通してもう一回こしますね。では美味しい美味しいクリーミーなね、できますね。たらね、次ね、これにね私はね玉ねぎ入れて保存してるんです。でね、えばね玉ねぎね、玉ねぎをバターとあのココナッツオイル少し入れますね。香りいいんですよ、うん、コクやって夜勤の時何もねば遊んでる人だけど、次の日の宴会とかあれば一晩中こうやってな仕込みしてたもんだね。広い厨房でな、というレストランの厨房ってばな、寂しくてな、寂しだってあと何人がいるんだけど、あずっとな厨房の広いとこってさ、厨房だんでお化けは出ねえな。これさ玉ねぎきれいにさ剥がしてさ、やねばカレーライスとかと違って焦げやすくなっちゃう。焦げれば玉ねぎも焦げればさ、何も味は変わねえんだけどさ、グラタンだのってさ見た目悪くなるので、焦げたのがゴミに見えたりしてね、ゴミ入ってら、なんかそうなればね、はい、なのででね、丁寧にねこうやって一枚一枚剥がして入れてからやねばさ、結構さいつも喋るけどさ、料理さ技術
もう必要なんだべけど、俺はね、料理は技術よりもやっぱり一手間二手間そういうとこかなと思っとるわけの。レトルトでもさ、何でもそのままやるんでなくて、ワンカシと手間の、なの、冷凍のピラフとかで、ああいうのだったって、ただチンするとか出なくて。じゃあ、こぐしたら、ちゃんと塩コショウ振って、の、あれは万人に合う味付けになってるんで。やっぱ、こう、青森の人とかね、しょっぱぐじの人多い人は、物足りなく感じらんで。あとさ、飲んでるお酒の種類でさ、違うきゃ、ハイボール飲んでるんだが、ビール飲んでるんだがで、味付け変わってくるしさ。カクテルでもさ、甘いカクテル飲んでれば、出すつまみの、つまみっていうか、こういう料理の味付け若干変えねばまいにしさ。変わるんだね、あの飲んでるお酒の種類でさ、つまみの食べ物の味変わるんだいな、うん、その辺さちょっと気付けねばまいって感じ。あのレストランズどうだらいいんだけど、飲み屋がこう物出すね、ある意味さ、まあ、商売的な考えが出せばさ、ちょっと濃い味にせば下げっこ進むかなと、ね、オラたちとしてもの下げっこ飲んでもらわないとさ礼儀上がらないのでさ、まあ、下げっこでも、うん、とにかく飲み物いっぱい飲んでもらわないと礼儀上がらないので、すげえ量だべ、結構入れるんだよ玉ねぎ、全然違うんですね玉ねぎ、カレーライスでもなんでこれでもかーというくらい入れる、どうせ溶けちゃうから。なんか炒め物でも何でもやねばさ、厨房寒くていつもストーブつけんだけど、こういうとこ節約ですね、やっぱね。今ね、これはね、ブラックペーパーでなくてホワイトペッパーね。結構ね、グラタンはね、私はね、食材さたっぷりこの調味料の味付けしてしまいますよ。塩こね。動画の下さ、リンク貼ってて、ホームページとか見れるので、そこにはね、休み予定とかみんな書いてますんで、それ見てね、休みの日でも、こういうお料理の予約とかそういうのであれば、私、お休み極力返上して、お休み返上できる場合は、お休み返上して、お店あげますので、一つ遠方から来る方は、いつもいますが、必ず電話を入れていただければ。この間の、今日予約した人も、熟女電話取って、日曜電話しても誰も出ない。月曜日電話しても誰も出ない。あれね、日曜日ね、塾上のほら、専門学校時代の同級生が暮れに亡くなって、でまだほら指とかあって納骨できなくて骨がまだあると、で極力ね塾
度お参りに行きたいと、今日の自宅まで行ってきたのだ。仙台名取市キティカーで行きましたよ。往復ね800何十キロした、トンボ帰り。さすがにさ具合悪くなって、ほら帰り具合悪いっていうのは疲れよりもさ、歯が年取ったはずだが目が追いついていかねえんだよ、夜になるとな。で行く時さ、怒りが関のあたりふんぶいてたんだよ。でやっとそのまあ仙台も雪はすごかった。うん、仙台雪あってさ、はい、仙台湖雪あるの珍しいんだって思って、へーと思ってね。あ、帰り今度夜になって青森近くなってきた、路面凍ってるしさ。いやー大変だった。それをまあ久々のあいさん、あの軽自動車ってタイヤ小さいんで、ほんとはレガシーで行くかなと思ったんだけど、キティカの4倍が5倍くらいガソリンくんだよな、レガシーってな。でほらガソリン食わねえやつで行こうと聞いたんだけど、まあ満タンにしてキティカだわ800キロだべ、満タンとちょっとだったね。うん、700キロくらい走るんだな軽自動車よりのキティカは。ほらエンジンノーマルだからターボも何もついてないから、あのガソリン区はないし、たださ後半車線になるとガーッとスピード落ちるんだな。だいたい平均速度80キロでいった、だいぶ時間かかった。あ、ゆっくり走れば楽なんだけど、ゆっくり走るとなかなか着かないな、ブランダイナー。よし、いい感じに炒まってきましたよ。やっぱり盛岡あたりまでなら軽自動車でもいいんだよ。仙台までだと行けねえことはない、東京までも行けるけどな、行けるんだけどちょっと疲れるかなと。前のキティカはさターボついてるはんで、それでも結構走るはんで楽だ。やっぱりノーマルの軽自動車って相模路とかさ、まああと軽自動車の出頭車段抜かれるとき揺れるんだいね。おお、結構お金もんだ。よし、そのくらい炒まったらですね、よし、焦げる前にね、これのホワイトソースに、入れるわけ、玉ねぎを。たらね、ホワイトソースね、引っこつけてね、かき混ぜますね。で、味を整えていきますね。弱火っこでちょっと煮ますね。もう、こんがれば前なんで離れられませんね、これね。たらね、焦げない程度にグツグツ、あれーホワイトソースのいいかまりっこしてますよ。これね、これ入れとくのはね、玉ねぎとね、マッシュルーム、缶のマッシュルームね、
これだけ。ではね、これからね、これにね、あんじつ結構していくわけですね。塩だけです。塩だけ。これ塩ね、しょっぱすぎるともう終わりなんですね。なんでね、塩もれ、買ってくる塩によって違う気や。なんでこれさ、こう少しずつこう入れてさ、牛乳細かい。それでてめえね、お、いいとこかな。本当にね、これいいとこでやめとかねばね。あら、このさあ、これはまあまだしょっぱ口だね。これコンソメね。俺はさ、しょっぱ口だはんでさ、ちょっと甘いかなって思うんだけど、普通の人は違うはんでね、コンソメと塩だけ。さあ、これからさ、一晩経つとさ、玉ねぎの味こうもいっぱい出てくんだ。どんだべね。うん、微妙だ、微妙だ。これどうすかな、万回入れるか、しよっこ。バンカー緊張すっけね。なんだってさ、ホワイトソースさ、しょっぱくなればさ、なおしようねぐなんだよな。牛乳足しても何にしてもうまいねんだよな。バンカーだ、バンカー。よし、このげんしとこ、明日も缶詰めっこな。ほら、これでほら、これベースだべ。これでエンビーダーの何だのってなると、まだ変わってくるんだ。じゃあキノコだなんだっこ、まあ、今回はこれグラタンにするときはこれさ、マカロニとなんかいろいろ具材なんだな。よし、どんですべね。どんですべね。これ。ああ、いいとこだ。いいとこだ。うん。うまい。もう何もいらない。うわこれいつもならいやん、つこでいいな。よし、人間こうなんだな、ここが大事だな。よしよし、まあ、これはどう、明日です。美味しくなりますように。とりあえずね、とりあえずね、これナポリタンね、ホワイトソースが出来上がったところで、熟女がね、これパスタグラタン食べたいっつうから今作りますね。パスタを入れますね。昨日できたね、グラタンを入れますね。グラタンをね、かけるわけ。
たらね、ここにね、チーズを取ってるわけ。これにね、あ、ここだ。これにね、バターね。バターね。で、これをね、250度でチーズ焦げるまで焼きますね。塩気とでね、余ったパスタね、私食べますね。焼けましたよ。これパスタグラタンね、でね、熟女たちもね、ちょっと仕込みしたので、こう美味しいものにあやかれるんですよ。これパスタグラタン、この中にね、あのパスタがいっぱい入ってるんですね。よいしょ、のこれのということでした。まずね、エビグラタンだしでね、エビをね、軽くね、炒めますね。これ大きいエビ、ちっちゃいエビですね。塩コショウね。まず大きいエビを取り出しますね。あらでっかいね。これがグラタンに入るんですか？全部入るんですよ。うわ、エビグラタンだもの。エビ入ればどうするんだよ。してあ、ほんと中に小エビが入るんだよね。あ、なんぼ豪華なんでしょ。なんだろう、キノコな。このツイストのね、これねグラタンね、マーガリンをぬりぬりしますね。かきゅうにこたしますね。ドリアだとあまりぬるくしませんね。グラタンは結構吸入して、今は二人でくっつく熟女とね、奥さんとね、これね、チーズね、チーズ、はい、パン粉だね。この上にね、エビ、まんべんなくなると思ってね。なんだってエビグラタンだから、これすごいよ。5 6 7 8、10 11 12、エビ好きな人にはたまんですよね。これすごいよ。エビだらけ。
これバター、ね、どう？ねえバター、これ250度で8分焼きます。エビ、エビだらけ。これ、これブチュブチュブチュってこれ、ね、これあのね、マルモ先生に食べさせたかったね。ね、グラタンね。あのちょうどないって喋ってなかったんだよな、ホワイトソース。ね。はい。これで今日のメニュー終わりですね。あとみんなで私楽しくみんなと遊びますね。顔を映すような方ではありませんからね。恥ずかしいからやめて。そう、顔美人さんなんですよ。映せないのが残念でございます。旦那様一番寒い男なんだけど顔が映せない。ちょっとちょっとパンに出してしまったら、美味しそうですよ。いえー、美味しいですよ。皆さん、青森に行きましょうね。こんな美味しいものが食べられるんですよ。温かい水食べてください。どうぞ。エビ、うまいねとか、これ美味しいですよ。エビがいい。どうぞお食べください。どこですか？あ、まだ時間ですね。